ぴょんぴょんぴょん、よっべーい。こんにちは、あずむんじゃです。今日は騒動のラビットラビットのアーマーでウサギを作ります。とりあえず普通に外れるのは肩と足ですね。これ一見外れなそうですけど外れるんですよね。これびっくりしました。で、あとはこの羽になってるウサギの耳も外れますもんね。どうやらすねのパーツがウサギの後ろ足になっていて、肩のパーツはボディっぽいですよね。で、ウサギの前足になってるこの手ですね。これも、まあ、ここから分離させれば使えますもんね。ちょっとこれ。で、あと、フルボトルバスターが尻尾になってましたね。で、問題はボディですよね。まあ、これも、まあ、ちょっとこれ、まあ、頭取って、まあ、ここ取れば、なんとかなりそうです。肩、あ、そう、こっちじゃなくて、ちょっと腕取りにくいですけど、まあ、ここをもう一回戻して、こっから取れば、取れますね。もう一回つけて、おお、あったー。これ、なかなか硬いんですよね、これ。壊れないように。だいたいこんな感じでしょうかね。で、これがですね、まともにやってもくっつかないので、100均に売ってる粘土にくっつけます。なんとかできました。いや、これですね、見た目一見簡単なんですけど、かなり難しかったです。四角くした粘土に、すねをつけて、肩アーマーのつけて、腕をね、まあ、この辺につける感じですね。あとは29話みたいにフルボトルバスターを尻尾としてぶっ刺してます。で、これ胴体はですね、まあここはまあ仕方ないんですけどね、耳がですね、ここにつけようとするとすぐダラーンってなってしまうんで、もうここにつけました。で、こっちはですね、綺麗にはまるんですけど、こっち側がですね、ゆるゆるなので、こっちのとここはテープで留めました。なんかこれを前にですね、置けば、完成です。今回ですね、白い粘土でやってしまったので、ちょっと胴体が丸見えですけど、黒い粘土を使えば、もうちょっと見栄えが良くなると思います。ちょっとですね、粘土だと、ポロポロ取れてしまうんですけど、まあ何回でもやり直しができて、プラスチックにくっついてもすぐ取れるので、そこはいいとこです。全部をテープでくっつけるのはもっと難しいと思います。とりあえずですね、別の方法を思いついたので、今度ちょっとそっちでリベンジします。というわけで、ラビラビのウサギを作ってみたでした。最後まで見てくれてありがとうございます。いろんなおもちゃで遊んだ動画を毎日アップしているので、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。